ここは元、小学校の講堂と体育館ですね。なので天井がこれだけ高くて、で基本的に天井は、当時100年前の建築をそのまま再現しています。で我々はその中に、ここレストランということなのでカウンターを置いたりキッチンを置いたりしてるんですけど、こう天井は非常に高いんで、ここに、象徴的な本棚をいくつか作って、でその本棚に、京都にまつわるいろんな教育の本だったり、あるいは美術の本だったり、そういった本を並べてそれぞれのゾーンを作っています。でここに関しては上の方にきれいな本があるんです。これは京都の草木染めの吉岡先生っていう大変な高名な先生がいらっしゃって、その方に本の背表紙の染め物で、これ上の方はディスプレイですけども、ちょっと華やかさを出しているということでそんなことをしています。でこの先生の作品は実はこの後ホテルの客室の廊下の中でいろんな扉とかパーテーションにこの先生の作品が出てきます。なのでここに関してはもともとのデザインを残しながらレストランにするということで、そんなにこうデザインとして新しいものを入れるというよりは、学業の場だったということのちょっと、そうですね、歴史を、こういう半分、ディスプレイ的な要素もありますけど本棚で表現しました。であとは、こちらに、ちょうどこの柱がすごく現場に来た時チャーミングな柱で、ここにカウンターをつけようと。でカウンターの奥にある窓ガラスは基本的に当時の窓ガラスを再現しています。でそこに、少しクラシカルな、新しいものをこの空間に、挿入すると違和感があるので、自分なりにこう古い、真鍮のフレームだったり丸い照明だったり昔からあった、照明に、照明のイメージを、自分でこう想像しながら作っていったこと、ここはカウンターですね。であとはそれぞれの場所に、それぞれ、椅子を配していますけど、その椅子も、少しずつ色を変えて、どちらかというと色調も、草木染め、先ほどお話した、草木染めの色に、インスパイアして椅子の張り状チョイスしています。実はカーペットを引いたり、天井にものすごい、実はこれ黒い塗装をしてますけど、この上に、各教室を客室にしてるんで、それをつなぐための、配管ですね。電気、空調、いろんな配管があります。でそれがどうしても、既存の天井下に出てくるんで、そのまま張るのだとやっぱり鬱陶しい形になるんで、基本的に古い廊下のデザインに対して反射する、黒の反射する、主張しない素材を張って、床の、カーペットがうっすら映るような形で、どちらかというとブラックアウトしているイメージです。でここはもともとの小学校の、外装が一番見える場所ですね。で、この辺の外装は基本的に全部もともとあったものを再現しています。でちょうどこのコの字の、この場所が小学校の現場を見た時に一番汚かった、鬱蒼としてた場所ですね。でこちらに、ぜひテラスを作ろうという提案をしました。でこちらに実は行って、校舎を背にして向こう側を見ると、京都の街が、一望できる、絶好のロケーションで、多分ここは、かなり建物が高くなっているので目線が高いので、多分100年前も、ここから見る京都の西側の風景って変わってないと思うんです。なので、この風景を見ながらここで資格の方も、そうですね、夕日を見ながら京都の夕日を見ながら、お茶を飲んでいただいたりお酒を飲んでいただいたりする、特別な場所ができました。であとはもう外装をきれいに再現して植栽をきれいにして、あとは夜になると今のこの風景と全く違うライトアップしたかなりこうムーディーな雰囲気になります。でちょっと夜は一番このホテルがラグジュアリーに見えるこの建物のファサードの凹凸感をライティングによってこう陰影を出すことによって、小学校の夜ってどちらかというとあんまりこうイメージがないですけど、夜になるとこのホテルのこの雰囲気が少しこうホテルらしく少しこう色気というか陰影がこう見えてくるので、夜もまた、今の見え方と全く違うこの、このホテルの見え方が、この場所から楽しめるという、そんな場所になっています。ここはこのホテルで、3部屋だけある、貸し切りができる、スパですね。
でここは実は天井高いのは、先ほどのレストランと同じ、もともと体育館、講堂ですね。で、まあ、このホテルの商品を、作っていくっていう中で、まあ、何にするかって用途は散々、ディスカッションしたんですけど、やっぱり、室内にあるお風呂ではなくてもっともっと大きい浴室を作ろうということで、ここだけは、ホテルの、機能を優先してデザインしています。なので、昔あった清水小学校の記憶を一切排除して、まあ、基本的には、気持ちの良い、リラックスした、空間を作るということで、まあ日本の名石といわれる、十和田石という、お風呂に適した石と、そうですね、柔らかい、川石を使った壁面で、全く今までの廊下だったり、レストランにないような空間を作るということで、リラックスした空間を作りたいという。あとはホテルで滞在している時間の中で、ここは景色も何もないので、この柔らかい空間の中で、ゆっくり体を休める、トリートメントをするみたいなことを意図している空間です。この部屋は、数少ない、増築棟ですね、新しく作った建物の方の、客室になります。基本的に、古い建物と違って四角いスクエアの建物なので、サッシも、内側も全部、新たに作ってます。でここはもう一番、一番景色のいい部屋で、そこである八坂の塔が、眺められるお部屋で、基本的にはもう、京都の街を見ていただくことがコンセプトです。で素材に関しては、日本の木だったり、金箔だったり、そういうものを使ってますけど、基本的にはシンプルな四角いスクエアの箱を作って、これもコンセプトに似てますけど、外の景色を生かすということで、基本的に全て、控えるようなデザインをしています。素敵なオフィスですね。ありがとうございます。いやリュウさん久しぶりです。ご無沙汰します。もう大阪で10年前に10年、そうですね、しこたま飲まさせていただいてその後はサロネとか、はい、旭川とか、そういう家具のいろんなイベントの時に遠目で北さんを眺めてました。ミラノも楽しいでしょ。ミラノ楽しいですね、はい、ミラノやら、日本もあっちこっちですね。そうですね、楽しいとこいっぱいあって、でもリュウさんの仕事をパッとこう本で見させていただいたりして、よくこれだけね、リュウさんの頭を通って全部やってきてるから、すごい脳を持ってらっしゃるのかなと思って。でもなんかこうお客さんによって自分のね、出す結果が違うのが楽しいというか、ずっと同じ人とやる仕事もありますけど、お客さんも違うし作るものも違うんで、自分のね知らない脳みその中をこうなんていうかこう見せるみたいな感じが面白いですね。じゃあ人と出会ったら脳がパッと答えてくれると。そうですね、いいですね。だからなんかあんまり普段からこういうデザインしようっていうのはあんまり用意してないんですね。で現場だったり人だったり、あと素材だったり、いろんなものを見て、どっちかというと現場主義で、なんかこうワクワクしながら作っていくんで、結果いろんなものをこう作らせていただいて。確かに そのあたりは共通してますね。こう新しい出会いで時にやっぱりこうなんか頭がパッパッと変わってしまいますね。変わらないと前行かないし、同じものばっかり、作ると本当は楽なんですけど、やっぱりそれもつまんないし、なんか変わる方が楽しいでしょ、ついついとね。でね、やっぱり僕は芸術家じゃないんで、やっぱりその素材とかクライアントだったり、それによってこうなんか化学変化するみたいな、そういう相乗効果がやっぱ楽しいんで。僕も日頃プロダクトのデザインやらいろいろやってますけど、芸術家でないと思いながらね、なんか知らない間になんか芸術の何かみたいなものをね、自分でどっかペチャペチャとひっつけてるところがあるんですけど、なんかリュウさんの仕事を見ててもやっぱ同じだなと思いながら見せてもらってますけど、それはもう、ありがたいお言葉で、いやいやいや、出なかったらね、機能性とあれだけではなかなかね、この味は出ない。そうですね、でやっぱり僕らの仕事、やっぱり住宅もやりますし、ホテルもやるし、飲食店も作るんですけど、やっぱり機能があるんで、そこは当然プロとして機能は
あのまあ当然満たすんですよ、まあ、昨日だけで終わるとそれは当然つまんないので、そこから先はどれだけこうかっ飛ばしてもいいし、まあ そこが面白いんですよね。あの空間というのはこうなんていうかな、こうスペース大小にかかわらずこう広がりやら夢やらが入れやすいし、光とかね素材とか、いやいいなと思いながらね、僕はプロダクトで椅子やったり陶器だったりちょっとしたね、そういった伝統工具含めて、まあそれはそれなりにやってますけれど、でもいい空間に置かれるとね嬉しいですよね。でもそうですね、いい空間とそのできた職人が作ったそういったものとか会社が作った新しい機能のものが生き生きしてくるんですね。そうですね、空間はやっぱ素晴らしいですね。空間やっぱりそうですよ、僕も空間素晴らしいと思うし、まあ空間僕もいろんな空間をきっと訪れて幼少期というかね、それで何かこう感動してやっぱりそういうものを近いものを作りたいみたいなやっぱ思いがあって、ユウさんのこの空間は西洋というよりは日本の心みたいなものを常にこう意識してるのか無意識してるのか、そういうのは何かあります？まあ、だんだん年を重ねてきてまだ若いと思うけど、まあ、日本の素材とか日本の間合いとか日本の空間感とかそういうものは少しやっぱりなんだな、日本人なんでね大切にしたいってはありますね。なんでまあなんだろう、まあ、パーテーションにしても日本にいろんなパーテーションがあって、まあ、気配を感じる、見えないけど気配を感じるみたいな、そういうちょっと奥ゆかしいところがあって、あと光の話ですね。これは我々こう日本で子供の頃からそういういろいろ自然にこうね、蓄えているものというのは結構あると思います ね、 すね、確かに四季折々地方のどこ行ってもですね、何かそこの気配とかそういうのを知らないうちに見てますよね。そうですね、なんかだんだん、まあ、社会に出て仕事で海外も、ね、行くようになればなるほど海外のもいろんなものも見て、感激もするし、でも海外に行けば行くほど自分が、まあ、に日本を、ね、背負って日本の血が流れてるみたいなことをこうやっぱりこうなんとか気づかされた時にちょっと日本のこと知っとかないとかっこ悪いなみたいなのが若い頃あってねまあそれを超えてね言ってる、超えてるようなものが随分 やってらっしゃるからですけど、例の甲州のダブルホテル、ね、はい、あの辺の話をお聞きしたいと思って ね、 今日、はい、ありがとうございます。あれは中国の人はとっても喜んだんじゃないですか。何年前ですか？あれはもうね6、7年前ですね。はい、ね、まあ、ダブルホテルっていう、まあ、そのデザインホテルが中国に初めてできるっていうことで、で、まあ、世界的に有名なインテリアデザイナーが空間を作っていて、でたまたまそれのすごい大きな20メータースクエアの大きな空間があって、でそこのそうですね、バーの、まあ、バーの空間を、まあ、ある日海外からメールが来てやってほしいっていう、そういう一冊で来たんですよね。壁面っていうか大きな正面もそうですよね。そうですね、あれはもう全部昼間は周りが丸めなんですよ、でもう建築の、まあ、すごい武骨なサッシがあって、周り、まあ、例えば洗濯干してるおばちゃんたちも見えるし、まあ、そういうところなんですね。でもナイトクラブなんで、まあ、昼間はそこに光ファイバーを吊るしてるんですよ、何千本も吊るしてるんですけど、昼間はなんかこう透明のカーテンみたいな形で、なんとなくおぼろげに外が見えて、夜になるとあれが発光して、まあ、その光のカーテンみたいなことをちょっと思いついて、で夜になると別世界に変わるわけですね。そうそうそうですね。あのスケール感といいですね、日本ではなかなか実現できなくて、ですね、やっぱり中国ですね、あれは。中国ですね、未来の中国でやっぱり中国はやっぱ経済を武器にしてどんどん経済がね、もう街が行くためにこう開発されていく中で、やっぱりすごいエネルギーを感じたし、あの空間というかあの表現は中国人からすると多分誇りに思うんじゃないですか。だから僕も自分の中であんなデザインを自分がするとなんて思ってもいなかったし、いや、やっぱり東洋のね、なんか1000年以上前に
遡ったらなんか同じあれじゃないかったかなという ね, で も, うね、うん、でもなんかやっぱり、あの現場に行ってその前の人とか都市のこう進化とかね、そう見てるとやっぱりそのエネルギーをすごい感じるんでやっぱり、上海の夜景なんか見るとはやっぱりすごいですね。あ、まあ、そうですね。もうそれに近いですね。上海も北京もね、も今エネルギーがあってあの広大な中国ならではいう、うん、あれは日本ではなかなかそうですね、できませんね。であのきらびやかな、まあ、上海でもね、ああいうそのネオンみたいな ああいう光をもう少し上品に、うん、奥ゆかしいけど、まあ、セクシーにこう表現してみたいなことを思って、あの、うん、それを表現されたんじゃないですか。そうですね、ね、シンプルで。でもね、あれはもう本当にね、実はあのあれファイバーをビニールチューブの中に入れて、うん、で10本のうち1本ぐらいしか入れてるんですよ。あと周りは全部ね、カジキマグロの、はい、釣るための、まあ、釣り糸なんですよ。釣り糸、それでリフレクションさせてるんですよ。うん、要はあれだけの面を全部使うともう何億円かかるみたいな話になって、で、まあ、そういったいろんな材料を、ね、探してで作ったことないものだし、作ったことないスケールなんで、もうねちょっとこれ失敗したらどうなんだろうなと思いながらそうですね、モックアップ作って、あれ今あの、写真やら映像で見ると和を感じるのは何でしょうね。あ、感じますか。うん、まあ、何でしょう、やっぱりなんかこう思ってたのはあの、まあ、壁面がオーロラとか、うん、雨とか、ちょっと そういう自然現象みたいなことをちょっと作りたいなと思ってて、あの「魔」って言われたさっき、なんか魔を感じたな。ああ、なるほど。あのスクリーンの向こうは何かあるっていうのをちょっと表現したかったんで、まあ広重とかがこう東海道五十三次でこう雨をこう線でこう表現しますよね、うん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 、ちょっとああいうイメージですね。ああいう線みたいなものの光るスクリーンがあって、でその向こうに何かまた違う、まあ、空間があるみたいなことをこうイメージして、なんであまりこうドカーンとこう光らせるんじゃなくて、印象的っていうか情緒的にこう光らせたかった。あ、まあ、リョウさんの場合いろいろ あの角度から空間に挑戦されてるけれど、はい、僕もよく飛行機使うんで、はい、JAL のあ、そうですね、はい、ラウンジなんかね、はい、あれもなかなか、そうですね、あれは挑戦的で、そうですね、あれも、まあ、JAL さん、まあ、1回経営がいろいろで、それを復活していく中でやっぱり JAL さんが、まあ、日本を代表するね、あの航空会社なんで、まあ、日本の JAL のおもてなしみたいなのをそのテーマに、うん、あ、もともとは羽田空港の国際線のラウンジをデザインしたんですよ、うん、で、まあ、あの小山君堂さんが、まあ、前からあのよく知ってたんですけど、まあ、彼が声をかけてくれて、で日本のおもてなしを、おもてなしなんだわ、そうですね、うん、なんで日本から海外に行く人、それから日本に来てる外国人が日本の思い出を背負って、うんうんうん、まあ、国に戻っていく人みたいな、うんうんうん、そういう場なんだよね。なんかポンと印象的ですよね。そうですね、そこでまあそうだったんですね。うん、で、あんまりこうその業績が、あの、なんて言うんでしょう、業績がこう回復してきてね、ああいうラウンジを作ることになったんで、あんまりこう大行なね、うんうんうん、言葉する必要ないし、日本の良さをしっかりおもてなしとしてこう提供しようっていうんで、そういう面ではとても成功事例ですね、あれも。そうです ね、あの、うん、でその後、まあ、まあ、日本全国いろんなところの国内線も同じ、コンセプトで、まあ、リノベーションしていって、あとハワイの空港もゼロさんの空港そうなんですか、やりましたね。うん、で一応その場の、歴史とかその場の文化とかいったものをこう少しあの要素の中に入れていって、うんうんうん、まあ、その地に馴染む、そうですね、そうですね、一つの JAL のイメージということですね。そうですね、うん、やっぱりあのそれは重要なことですよね。うん、でもあの一つの考えで貫いてるということには違いないんだけど、うんうん、そこの雰囲気、いや、そこの地域をどう加味していくかというのは、そうですね、結構、うん、結構時間
取りませんそれ。そうですね。でもまあ、あのいろんな作家さんだったり、うん、あと工芸品だったり、ね、うんうんうん、いろんなものを調べるといろんなヒントがあって、まあ、ちょっとそれをこう挿入することで少し その地域性みたいなことをね、少しだけこう伝えられて、まあ、あの劉さんがいろいろな角度でやってる中で、最近、まあ、あの自分としてはこういう体験面白かったっていうのはちょっとね。ああ体験ですか。うん、どうでしょうね。あの仕事の体験ですよ。仕事の体験ですか。うん、あのまあ、最近住宅の仕事が結構あの増えてきていて、うん、で、まあ、あの大きな住宅を、まあ、建築家の、まあ、後輩と一緒に作る機会がありまして、で、まあ、もともと僕美大の建築家を目指して、うんうん、で途中で勉強が嫌になってでちょっとドロップアウトしたというか、うんうんうん、でもなんかどっかでずっと住宅作りたいなっていうのがあって、で55の時に、まあ、その住宅の仕事をいただいて、で、まあ、やっていく中で、あの今まで僕空間作ってきてきました、やっぱり人が住むっていうのと、あの使う空間とね、商業空間とか全く違うんで、やっぱりそこでこう体験とかいろんなことをあの、まあ、学んだというか、素材一つにとってもそうだし、やっぱりあの住処なんでね、うんうん、まあ、その住処ね、うん、作ったものの寿命とか、その、まあ、長く飽きられずにある空間みたいなことを作るっていうことを、まあ、あそうですね、あ改めてこう感じて、そういえば住んでる人にとってはそこは人生の舞台ですもんね。そうですね、うん、なんで素材とか、まあ、いろんなもののなんかこう考え方がちょっと変わった感じですね。そこにかけがえのない人たちがやってきて、そうそうです、ね、自分の舞台でね、そうそうです、ね、うん、そうです、まあ、主役ですもんね。だからもうとことんお寿司さんと話して、うん、どういうふうに生活したいかとか、どういうものが好きか、お好きかお嫌いかっていうのをもう話しながら、まあ、作っていったっていうことなんで、僕もあのイタリアへあの50年ぐらい前に行った時にショックを受けたのは、それぞれのうちがそれぞれの人を責任持ってね、うん、これが大好きって言うから、うん、なるほどね、で建築家ともやってるんですよ。だけどね、ああそうなんか10年もしたら日本もこういう時代来るのかと思ったけど、ちょっと時間かかったんですけど、これからやってきそうですね。やってそうですね、うん、なんかこうそういう世界に日本がどんどんなってくるというのは楽しみでもありますよね。そういう予感するでしょ。なんかしますね。でやっぱりあの、まあ、今も建築家も若い建築家の人はもうインテリアもグラフィックも家具ももう領域なくね、あの やる、まあ、僕らの時代はねやっぱりこう分かれてましたけど、もうそういう若いクリエイターも増えてきてるんで、やっぱり確かにそうですね、ちょっとやっぱ面白くなってくると思いますね。なんかますますこうあのいわゆる楽しいっていうかハッピーっていうか、僕はよく言うんですけど、デザインっていうのはね、結局どこか言うとハッピー産業なんですよ。ああそうですね、ね、そうです、まさに、うん、ですから我々クリエイターっていうのは少しそれが成功したら、うん、なんか心の中で嬉しいと思いますよね。やっぱり社会を、ね、幸せにするとか、うん、まあ、住宅だったらね、その家族を幸せにするとか、やっぱり結局そうなんですよね。幸せにしてあげる、うん、ね、まあ、商業施設だったら儲かるのもそうですね、うん、デザインが、成功すればなんかみんなうまくいくところありますよね。京都行くこと多いでしょ今。京都多いですね。ね今ね、はい、あの小学校リノベーションしたあの話いいんじゃない。そうですね、はい、うん、あのちょうど去年オープンしたんですけど、もともと清水小学校っていう、うん、あの小学校があって、うんうんうん、もう建てられて100年ぐらいですね。おで、あの、まあ、京都のの中では珍しく洋風建築なんですね。いわゆる文明開化の後、そうそうそう、西洋を見て自分たちもという、そうそうそう、そういう名残ね。そうです、うん、で、まあ、その、まあ、学校をが廃校になって、うん、でもう手つかずで、まあ、どん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 荒廃していって、でやっぱり近隣の方たちもみんなこう胸を痛めていて、うんうん、で、京都府がそれを、まあ、要するに一般の企業に
要は次の時代まで残すっていうことで、まあ、コンペをしたんですね、うん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 、それでたまたまそれを潰さないで道理をしていくかそうです、うん、でまあホテルにしようということで、うんまああのまあ、NTT さんと一緒にやったんですけど、まあ、それがもともとのプロジェクトの概要で、でも古いもう建物ですね、もう手すりももう子供たちが、うん、あのもう何十年かけて触ってこう、ま、丸みを帯びたみたいな、まあ、こういろんなこうディテール残って建物を、まあ、構造補強しながら、まあ、そこにも新しい機能も、付加しないと、ホテルとして成立しないので、まあ、ちょっとそういう、なんとかな、もちろんインテリアデザイナーだったんですけど、やっぱりそういう再生事業に近い、まあ、いろんなことがこう合わさった仕事だったんですけど、まあ、とても、結論から言うと面白いのができました、ね、興味があるんですけど、運動場どうしました？運動場は、ね、結局あのし、まあ、簡単に言うと芝生を引いて、うんうんうん、まあ散歩できるような、うん、場所にしましたね、うん、いやこうリノベーションというのは今一つの流れになってますよね。そういう中でそういう小学校、それも由緒のある ね建物を生かしていくっていうのは、うん、なかなかいいですね。で、まあ、各教室が、まあ、宿泊のお部屋になるんですよね。僕そこまだよう行けてないんですけど、ぜひ行ってきます、はいはい、もう最上階屋上あるんですね、うんうんうん、その屋上にバーを作ったんですよ、うん、ちょっと目の前に五重塔が見えて、あで振り返ると清水が見えて、はい、で西の方にいい場所ですね、京都が見えるっていう、うん、絶好の場所で、うん、でまあ子供たちがきっとそこから京都の夕日を見た同じような場所にこうバーを作って、うんうん、なんで実は近所の方です、近隣の方、うん、要するに小学校卒業生が、うん、みんな喜んできてくれる、うん、でしょうね。またすごい良かったです。いやいや、それもう羨ましいね。観光客ももちろん楽しいですけど、うん、もう地元のおばちゃんがね、うん、私はここのこの教室でどうだったのって言いながらこう飲まれたりね、疲れてる。でも、うん、それを設計したっていうかデザインした側からしたら嬉しいでしょ。嬉しいですね。ね、うん、いや実はね、一昨日僕京都だったんですよ。あ、そうですか。いや、なんかね、ふるさとですね。なんか我々日本人のふるさとですね。そうですね。ぜひもうちょっと暖かくなったらもうね、最上階のバーは最高ですからね。じゃあもう本当に欲しいです。もうぜひ、はい、バーなのに、一時はね、去年のそうですね、秋ぐらいは3時間待ちですよ。バーに3時間待ちみたいなまあちょっとそれはね、まあ、メディアに載ったのもあったんですけど、でもなんかそのもともとあったものが、まあ、こうちょっと違うものを付加することによって、まあ、生き返ったのもありますし、やっぱり地元の人に喜んでもらうっていうのはやっぱ本当に良かった。空間と、例えばそこでそのホテルでこう自慢の料理とか今のバーの飲み物とかいろいろありますでしょ、うんうん、やっぱそれ一体になってるから。そうですね。どんな料理？お料理はですね、宿泊客のためのまあ朝食があって、はい、はい、でまあ、いわゆるオールデイダイニングですね、うん、であとはアラン・デカスさんがそこに一軒家があって、そこに、うん、フレンチをの、まあ、カジュアルなレストランをやられていて、でもともと京都と、うん、まあ、パリって姉妹都市なんですね、まあ、そういう関係もあるんで、はいはいはい、ね、うん、アラン・デカスさんが、まあ、京都にいらっしゃった時に、うん、その小学校を見て、うん、やっぱその歴史のある気に入って、うん、内部空間に本当に気に入られて、まあ、それで出店決められて、なんで京都なんで和食っていう、まあ、みんなこういうイメージがありますけど、京都なんですけど洋風建築に、まあ、フレンチがあるみたいな、こうちょっと不思議な、そうですね、ホテルですね。自分の通ってた小学校って、今知ってるね、うん、ね、代々の小学校が、そのグレードを変えて出てくるのはいいですね。そうですね。ね、で体育館がレストランになったり、まあ、体育館の一部がスパンだったり、これは行かなきゃ。そうですね、ぜひ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 。そうですね、うん、でもやっぱり僕らからするといいところもね、ちゃんとチャーミングなところがたくさん残ってるんで、そのチャーミングなところをしっかり残してあげて、それ以外のものは機能的なところはなるべく目立たないように、目立たないように
結局楽しんで仕事してる、そこは大事ですね、きっと。大事ですね。でもね、やっぱりまあでも京都はなかなかその いろんなこう条例とかね、いろんなものが大変だった、まあ、そういうハードルはね結構あったんですけど、まあ、京都の建築家とあと京都の、アートコーディネーターみたいな、まあ、いろんな人にこう入ってもらって、まあ、クリエイティブチームを作って、でもそれを一つずつ片付けながら、うん、そうですね、夢空間を作るって嬉しい、いいですね、うん、羨ましい。でも、ね、本当出来上がった時はもう本当にもうみんな自治会の皆さんも関係者も本当にこう感無量で、なんかねこうちょっといいことした感じしますよね。なんかゼロから自分で作ると自分の作品だって感じになるんですけど、やっぱりなんかもともとあったものにね、まあ、こう僕らがこう手を加えることによって、まあ、生き返ってもらうってことなんで。でも自分の仕事といえどもね、うん、やっぱりこう素敵に、うん、こうなんていうかな、そういうことができたっていうことの満足感っていうのは、そうですね、ね、そうですね、なかなか、うん、いいですね。そうですね、満足感ありますね。ただやっぱりこんな時期なんで、ね、なかなかお客様が来れない時期があったりして、早くあったかくなって、まあ、泊まりに来たいですね、うん、作者が満足したっていうと、やっぱりねそこ行った人もね嬉しいはずですよ、うん、そうですね、やっぱりこう充満してるところあるから、そうですね、うん、まあ、でもなんかいろんな出会いとかいろんなことがあってやっぱり できていきましたね、うんうん、やっぱりなんか僕らの仕事って本当に北さんね、やっぱ自分でプロダクトを作られるから最後までこうフィニッシュまで責任持ってできるじゃないですか。いや責任持ってるかな。いやいやいや、でも僕らの仕事ってなんだろう、大学の時から建築って1分の1作れないから図面とか模型しか作れない、うんうんうん、なんでやっぱり僕らこう作っている時ってこういろんな人の力とかアイデアとかいろんなものをこう聞きながら、でもそれでも決めるのは自分なんで、それでこうやっていくっていうことなんで、だからこう出来上がるものが自分の想像を超える時があるんですね。だからそれが面白いですね。なるほど。超えない時もありますよ。いやいや、ダメな時も。音楽ではオーケストラね、指揮者でもあるしね。ちょっと清水の清流はちょっと指揮者的なところありますね、うんうん、なんか聞いてるとね、そうそうこうしてる感じがして、ね、なかなか大変なんですよね。いや大変だったと思う。でもね、それはそれで あるにしても、あ、そうですね、最後はできたものですからね。そうですね、できたもので、うん、まあ勝負言ったらおかしいけど、それでが全てですからね。いやいいですね、うん、でもいっぱいの仕事をそれぞれに全部そういうストーリーがあるから話尽きないですね。そうですね、まあ、そうですね、まあ、でも北田もそうです。北田もだってもう僕北田の作品いろんなものを体験してますけども、いや、まあ、チャーミングなものも、ね、たくさんあるし、色使いもそうですけど、やっぱり、まあ、僕は質問しちゃいますけど、もうさまざまなものを、ね、こうやって作られる時のなんか純粋にものを作られてるんだなというふうに勝手に僕は思っていて、まあ、先ほど話出ましたけど、龍さんからね、やっぱりこう出会い、人との出会いってあるでしょ、うんうん、やっぱそれが核になってものにまとまっていくとか、ものと出会って物にまとめ、それがこうなんか入り混じって、うん、結局その時のそれに完成していくというか、なるほど、そういう感じしますね、うんうん、本当は僕も自分で作り上げたいみたいな時ももちろん欲求としてあるんで、ね、なんで時々は小さなお店とか任せていただいて作るものと、オーケストラみたいにこういろんなそうですね、クリエーションをこう束ねていくときとか、まあ、いろんなこう仕事の進め方があって、そのね、なんかいろんな仕事の仕方ができるのがちょっと面白いなと思ってますね。よくひらめきっていう言葉ありますよね、うん、やっぱりひらめきの大事さもありますよね。そうですね、ひらめきありますね。あ、この仕事はひらめきだったという、そういう経験あります、うん、多いでしょ、結構、うん、そうですね、うん、やっぱり現場主義なんで、その現場行ってひらめくみたいな、まあ、大筋決めてますけど、やっぱり人だったり物だったり素材だったり、そこでやっぱりひらめくことがやっぱありますよね。なんかこうひらめきからひらめきへということもあるけど、うん、それと地道なこう積み上げっていうか、そうですね、で周りの人 の, 言葉とか、うん、そうですね、出会った職人の技とか、そうですね、言い交じってますよね、うんうん、それは
空間もものづくりも一緒か分かりませんね、きっと。そうかもしれないですね、うん、やっぱり何か違う表現をしたいと思うんで、うん、やっぱり、まあ、僕も学生とか部下にもあれですけど、いつも言うのはやっぱり今パソコンでね、いろんな情報素材だって何だってみんなパソコンで見れますけど、やっぱり現物を見て、あのその素材なり、まあそうですね、まあそういうのを吟味して作っていくっていう、そうすると発見がありますよね、うんうんうん、あの素材にとてもやっぱりあの、ね、空間してるからか、ね、興味ありますよ ね、 すね、きっと、うん、随分あの話してる中でね、いろいろと素材の話よくされるけれど、ね、やっぱり素材って素晴らしいね。素晴らしいですね、うん、ちょっと料理人と似てるのかなと思いまして、まあ、同じ野菜でも肉でもやっぱりね、うん、その旬のものだったり、うん、あそうか、特別なものが取れたりするじゃないですか、うん、でやっぱりそういうものをいつも探してるし、そうですね、あの高い 高級な素材を使うっていう意味じゃなくてね、あの、ある、うん、ありたいの素材ですね。そうですね、じゃあ料理の世界ともどっかつながってますね、うん、なんか近いかなと思いますねで、まあ、結構つながってるかな、うん、レストランの仕事もね結構ずいぶん、うん、レストランも多いもんね、うん、多いですね、ずいぶんあちこちで講演会やら、あの、うん、それから、学校で教えたりとかあるんでしょ、はい、ね、学生たちとのこう会話とか、最近の学生のねこう、うん、なんていうかな印象、まあ僕も教えてもいますの で、 ちょっとね、あの気になるとこあるからその辺語ってもらおうかな。あ、はい、僕あの母校のむさびで教えることもあるんですけど、うんうんうん、たまたま友人が東大の建築の教授やってるんで、東大の建築で年に1回教えてるんですね。で最初行った時に、そうか東大生かと思って、この頭いい子たち何喋ればいいかなと実は最初ちょっと思ったんですよ、うんうん、でまあ、あの授業が月曜日の午前中なんでみんな眠いんですよね。でなんかこういう人が聞いてるのかなみたいなところで、うんうんうん、まあ、いろんなこう話をしていくんですけど、でも、僕やっぱり その時に職人の話だったり素材の出会いみたいな話をしてね、僕らの作るものって机の上で全部計算してできるものじゃなくてっていう話をして、まあなんか聞いてるのか聞いてないのかなと思ったんですよ。やっぱり素材とかそういったものをたくさん持っていくんですよ。それは左官だったり障子だったり、うんうんうん、まあ、木を使わない、ね、宮大工が組んだものだったり、そうするとね、子供たち、子供たち、学生たちが本当目がキラッと光って、やっぱりあの情報としては多分耳でも目でもあのパソコン上で、ね、いろんなものがこう多分入ってくるんですけど、やっぱり現物のものを見るとやっぱりこう童心に返るって、これどうなってるんだろうって、うんうん、で知識としてみんな知ってるんですね。木ヒノキでも障子でも、うんうんうん、銅でも、うんうん、石でもね。でもやっぱりそれが現物があると、なんでまあすごく思ったのは、やっぱりこの子たちに、やっぱりその素材をこう選んで触れて、まあ、いろんなことを発想する、あるいはどうやってこれができてるんだろうってことを分解するみたいなことっていうのはやっぱり、うんうん、ライブですよね。生が一番いいのかなと。なんでそれがこの数年ずっと教えてきてて、面白いなと、一番彼らにこう響くなと。ただ去年はリモートでそれやったんで、ああなかなかそれが難しくて。どうですかリモート。リモートはね、なんかこう聞いてんだか聞いてないんだかねやっぱちょっとそれが分からないんですけどね。で今年もまたリモートでやるんですけど、ではやっぱり素材に触れたりっていうことが今度はできないですからね、うん、どれぐらいの子たちがそれをね、うん、受信してくれるかっていうのはちょっと分かんないんですけども、ただやっぱり現物があるとやっぱりものすごく興味にこう手に取ってね、そうですね、夢が広がるのか、そうですね、違う感性が目がねキラキラしてそうでしょうね、うん、そうでしょうね。僕もね学校で大阪芸大で、はいはい、まだ教えてるんですけどね、確かにね目がキラッと変わりますよね、うん、そうですね、これという時は。だから学生たちも自分たちの夢を持ってるんだけど、それをこちらからね、うん、どっちの方向で何なのかということを理解 していかないと、うん、なかなかね、まあ、最近しかし大変こう学生たちもこう夢が広がってるっていうか、うんうん、
なんか自信を持ってる学生が増えてきたように感じません？何か自分はできるんじゃないかと思うようになってきたっていうのはね、今まで何でも教えてくださいじゃなくて、いや自分はこう思いますみたいなことをね、いい意味で、うん、生意気な、そうそうそう、やっぱりそれって大事ですよね。まあ、それはね感じます。熱意があって、うんうんうん、まあ、いい意味で自信家だね。なんかびっくりするようなアイデアを出してくる学生がたまにこの頃増えてきてるように思うんですが、普段も実際あれですよ、具体的にこうプロダクトの課題を出して、まあ、ものを作らせる。はいはい。それをね、発表なんかしてるときにね、はあ、なるほどなって逆にこちらがふーんなんて思うときあります。女の子の方が元気じゃないですか最近。そうですね。で、女の子の方が元気だ元気ですけど、そうですね、ものにもよりますけどね。でも全体になんかこうね、デザインというのにね、こう最初はね、2年ぐらいまではどうしようという、それは2年超えたあたりからね、目標が決まってくる学生たちがクラスでね、それでそのクラスに何人かのグループがあると、そのクラスはみるみる変わっていくというね、そういうことはありますよね。僕もあと家具のむさびでのプロダクトですね、そこで学生、まあ、あるフランスの家具メーカーとタイアップなんですけど、学生さんに課題を出すんですよ。でそれを同じ課題で学生が家具を作ってきて、それをこう、品評して評論して、で選ばれたものが商品化されるっていう、まあ、ものすごい学生らしいですね。本当いいですね。高速エレベーターにもしかしたら乗れるかもしれないっていう、でそれもねやっぱり面白くて、その何でしょうね、やっぱり直接のプレゼンテーションだとやっぱり熱意が伝わるんでね、やっぱり女性の方がでもなかなか自信に、僕の感想は女性の方がなんかこう今堂々としてるというか、それをね、2人とも言ってしまうと、そうですね、男の学生がっかりするかわからないけれど、でも確かにそうですね。でもなんていうかな、それ自動車のデザインとかになるとね、男性が俄然っていうことになって、でそういうふうに分かれ、ちょっと分かれてるかな。確かに家具はね、どちらも同じですね。照明器具もそうですね。ただ最近のこう傾向で、どっかの亜流があるなというのが少なくなりましたね。これはねすごいこう、なるほど、感じ変わってきたなって、よその学校でもそうなのかなと思うんですけど、そういう傾向ありません？そうかもしれないですね。まあ、でも確かに僕は、まあ、たまたまむさびの建築にいたんで、僕の頃はもう何十年ですから、もう建築家になろうっていう女性なんて本当少なかったですね。今はもう随分、まあ、半分ぐらいいて、いやでその、プロダクトの方の学科もやっぱり半分ぐらい女性で、でやっぱり何て言うかな、その、まあ、もちろん車とかね、そういうプロダクトに関してはまだまだ男性の方が多いかもしれませんけど、やっぱり女性ならの目線と女性ならではのこう考え方と、やっぱりしっかりちゃんとそれをこう喋れる子が随分増えてきたなっていう、まあそれ僕いいことかなと。瀬島さんはじめ ね、素晴らしい人が出てきたっていうことの影響も大きいですね。そうですね。そう思います。だそれは嬉しいですね、そういうことは。建築家今女性ね本当に多いですね、優秀な方もう日本中、世界中、特に生活の現場には女性が主導権持ってますからね、なんとか言ってもまだまだ。もちろん男性もね、劣ってるっていうんじゃなくて、やっぱりいい意味でこう、そうですね。でもなんか日本のこう若い世代っていうのは楽しみですね、何か、いろいろと、ね、その辺は共通してますよね。そうですね。でなんかやっぱりね、選ばれたこと選ばれなかったこのやっぱりそこで違うじゃないですか。で最後負けた女の子はもうおいおい泣いてるんですね、悔しくて。でまあそれはそれですごくなんかいい光景見たなって、まあ、これだけかけてて悔しいって言って、それまあ彼女のバネになりますよね。まあ、男の子ももちろんそうですけど、でもその悔しいと思って泣くということはね、次のエネルギーになるからね。ですね。
いいですね、うん、まあ、それだけこう熱くなれるっていうのはやっぱり、うん、まあ、教育の現場っていうのもそんなにプロじゃないんでね、時々しか行かないんですけど、でも行くとやっぱりそういう僕らもそういうなんか忘れてたこう純粋性みたいなことが悔しさとかね、そう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 、学生見て、あ、僕も頑張らなきゃという時ありますよね。あります、あるある、ある。まあでも本当そうですね、うん、なんかやっぱり子供たちやっぱり可能性があるから、まあ、北さんのようにやっぱりもう若い頃からやっぱり外を見て、そうですね、なるべく海外でもどこでも行って生でいろんなこう世界とか空間とかね、もうものをやっぱり 体験してきてほしいですよね。おっしゃるようにね、やっぱり外を見た方がいいですね。いいですね。ちょっと、まあ、ずっと滞在はしなくてもいいけれど、うん、とにかく外のことを知るということは今の日本では大事ですね。どうしても島国で終わる可能性ありますから、うん、そうですね、外を見るって大事ですね、うん、最近すごいですね、海外の仕事たくさん。でもね、まあ、このそうですね、去年1年本当にこんなに海外に行けなかった年はないっていうくらい去年はね控えてますけど、それまではもう本当にもうありがたいことにしょっちゅう行ってましたね、いろんなところに。中国の仕事もされて、中国で講演会もやるでしょ。 ね、あの時の反応なんてどうですか。いやね、でも中国、僕は一回ホテルのデザインのシンポジウムみたいなので行ったんですけど、4000人ぐらいいてすごいね。ちょっとね、すごかったですね、うん、で、まあ、プレゼンでこうパワポで写真とかね図面出すんですけど、一斉に写真撮るんですよ。だそれがちゃんと写ってるかどうかは別として、その熱意がすごくて、熱意がね、ある時ね、どこだったかな、慶徳地がどっかでね、はい、講演会頼まれて80人来ますからって、そのつもりで行ったらそれ800人の間違いだったんですよ。そうですね。いやー、もうそしてね、800人がね、その前に写ったその、そうですよね、映像ね、ガーッとその見る目のね、鋭さ、そうですね、凄さっていうのはね、いまだに思い出しますね。面白いですね。面白いですね。そういう面では。やっぱりもう、なんだろう、中国のクリエーションはもう北さんも大先輩ですけど、やっぱり僕ら少しね、モノマネしてるぐらいだろうなと思ってたら、もう全然違いますね。もう今もうオリジナルをどんどん作ってるし、うん、やっぱり日本人よりもやっぱりアグレッシブですよね。うん、やっぱり。なんだろうな、こう目もそうだし、質問するときも自分の声が届かない可能性があるんで、誰でも大きい声で喋るじゃないですか、うん、あの辺のこのまあなんていうかな、こうなんていうか、生きていくためにやってる あの感じがたくましいですね。そういえば日本もね、日本人も海外来ると大声だと言って、外国の人がね、日本人どうしたんの大声ってよく言われたことあるんですよ。それ北さんじゃないですか。ええ、そのいや僕じゃなくてあ、そうですか、その時代のね、観光客やらけみんな大声だと。その時代ってあるんですね、なんか。何なんでしょうね。そうなんですね。大声で喋るんですよ。うーん、今は小声になりましたけどね。はいはい。いつの時代もそうでしょうけど、若いというのはなんか、うん、そう、言葉いいですね、若いっていう言葉ね。最近つい、あれ年取ってきたかなと思うのをね、そうじゃない、若い若いと、うん、自分に言い聞かせたりするけど、またそちらはそういうことないでしょ。でも僕でも北さんはもう10年前お会いした時からお若いですけども、全然もう今日もピチピチでもう お若くて、まあ、エネルギッシュですし、好奇心に満ちてる目をされてるんで、どうか自分では分からないんですけどね、うん、で僕もでも、うん、やっぱりそうですね、僕今年還暦になるんですけど、でもまだまだ折り返し地点ぐらいで、これからこの倍ぐらい、うん、さあやるぞやるぞみたいな。何をやろうとしてるのか、ね、ちょっと聞かせてください。なんか今までこういろんな仕事をねさせていただいてきたんで、ただやっぱりだんだんなんだろう、まあ、体力は多少はね、視力も聴力も多少落ちてきてるんで、少し仕事をねの数を制御して、でやっぱりその自分、まあ、自分しかできないと、まあ、自分が一番やりたい仕事みたいなことにこう少し数を制御して、今までもずっとこの10年間突っ走ってきたんでね、で今も作ったんですけど、やっぱり今その50から60までの自分の作ったものを見ると、少しこう何て言うかな、
広げすぎたなと、まあ、いろんな仕事させていただいてね、あのいいものも作れたんですけど、やっぱりこれから少し、うん、だからもう少しこう、なんていうか自分らしい、だから少しこう芸術家的な空間が自分で作れないかなと、で自分が本当に 作りたいものは 何なのかっていうのをこうちょっと自問自答する次の10年間にしたいなとちょっと思ってます、ね、でも素敵な時ですね。いやいや、そういう時を迎えたという意識がね、いやいいんじゃないですか。いいですか。でも北さんはどうですか。え、僕もういろんなもの作られたら、いや僕ね、なんかね作った後ろ振り返らないとこあって、あなんかそういう、でもね最近さすがにね、同じ心境になりつつありますよ。そうですか。でもいやでもさすがですよね。いやいや、でも北さんあれですか、空間も作られたり。そうですね、無意識のうちにどっかでやってしまっていることはありますけど、でもね、あの僕らが作ってるものっていうのはそれが置かれて、じゃあそれがどういう空間に置かれるのかなっていう、逆にそっちの方興味深いですね、はい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 、で時としてあのレストランをね、リノベーションしたいからって、まあ大きな別荘小さい、そういうことはありますけどね、その時はあの例えば和のレストランだったら、待てよと、この建具これでいいのかなと、じゃあ建具デザインしよう、でその建具はめてみるとかね、あそんなせいぜいその程度ですけれど、うん、でもそれ やられてきたんですね。はい、たまにやりましたね。あの大阪にもちょっとそんなとこ今度ご案内しますよ。大先生にご案内させてもらう。あの北さんがデザインしてなくてこれからデザインしたいものって、したいもの、うん、そうですね、自動車とかね、動くものってあるでしょ。あの一度ねイタリアでねランチャーかどっかのちょっとね、はい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 、あのやりかけたことあって、そのままになっててどっか心残りなんですよ。うん、で今度これからその車っていうのはほらあの動く空間になるんで、あの運転するというのは、うん、そういうね、もうそうですね、そういうのはどんなもんだなんだろうというのをなんかやれたら面白いかなと思ったりしますね。うん、面白そうですね。北さんデザインの車ね。いやそれ楽しみです、ね。いやいや、どうなるか分かりませんが、うん、でもなんかこう劇的に我々のこの時代、まあ、コロナのこの時、うん、あのこともあるけれど、大きくその世界の人類自体がね、なんか次のバージョンに入るというようなね、うん、なんかそんな感じしません、うん、なんかそんな、まあ、でもそうですよね、そんな感じですね、うん、そこがどんなんだろうって、なんかやっぱりどっかで好奇心が騒いでるのかな。いやでも そうですね、うん、やっぱり北さんね、やっぱりその好奇心が、そうですね、やっぱり僕も好奇心はまあ、多分旺盛な方なはずなんですけどね、やっぱ北さんにこうやってお会いするとやっぱり刺激を受けますね。いやいやいや、逆逆でも車ですね、僕も、ね、でもあの船とかね、今ちょっと船の仕事をいいですね、していて、うん、まあそうですね、ちょっとそういうあの全く自分が想像しなかったそういう空間もちょっと作ってみたいし、いや楽しみにしてますよ、うん、いやね、今日はねいっぱいいろいろと話、あのでもね全部入り口をいっぱい聞いたので、うん、これからそこへ訪ねていったり、 ね、それからもう少しその今の船の話もね、うん、楽しみにしてますので、あの本当に、若い我々やりましょう。ぜひぜひついていきますんで。いやいや、こちらこそ、まだまだね、うん、まだまだ先はあの楽しみたいな、これからよね、うん、これから、いやいや、そうです楽しみですね。楽しみです。こちらもあの、はい、楽しみにしてますから、はい、ありがとうございます。どうも。